皆さん、こんにちは。天空から地上に舞い降りた東方を守護する神獣、朱雀あかりです。本日は黒天経典の134ページから朗読していきます。それではよろしくお願いします。光の民と人々が寄り添った真実の歴史、光の民と人々が寄り添った MR 世界。 MR 世界とは3次元と5次元を自由に行き来できる世界であり、それらの次元の中間に位置する世界である。これから紹介する内容はあくまでも光明が光の民から受けた通信内容と、それをバカラで説いた歴史である。まず平安時代の前の時代から光の民と今の人類の関わりの話から始まる。それは今の3次元世界ではなく、3次元と5次元の中間に位置していた MR 世界の話である。日本には平安時代の前の時代には光の民と今の人類が一緒に生活している世界があったという。光の民は我々の3次元世界を作り出した。平安時代の前の時代、もうすでに世界各地に3次元世界が創造されていた。なぜかというと、光の民、創造主はもうすでに人類創造のさまざまな実験段階を経て、完成により近い人類を考えていた。しかしその時まで決して完全体とは言えない人類を3次元世界に下ろしていた。それは光の民は完全体とは言えない人類でも3次元に下ろすスペースをすでに作っていたからであった。その後、より完全体に近い人類として日本人が出来上がった。光の民の遺伝子を取り入れることによって何の問題もなく、光の民は日本人が5次元の光の民の世界で活躍することを望んでいたのである。つまりより完成に近い人類としての日本人は最後にこの3次元に降りたのである。日本人は確かに完成度が高い人類であったが、実はこの時光の民も予想していなかった最悪の出来事が起こってしまったのである。人に潜む邪は取り除かねばならない。人は完成度が高い人類であっても恨み、妬み、我欲などの邪の部分がまだ残っていた。邪なる魂は全ての宇宙、全ての次元に存在してはいけないのである。そのため光の民はそれらを見つけ次第取り除いて、外の世界に出ないように四角いキューブの中に全て閉じ込めて、その邪で満たされたキューブを開かずの間に厳重に保管していた。いずれ人類がある程度の進化を遂げた時、開かずの間に保管しておいた蛇で満たされたキューブをまとめて太陽に持って行って消滅させる予定であった。二人の救世主、ある時二人の救世主が現れた。男の子の救世主は5次元の力を持ち、女の子の救世主が3次元の最高の力を持っていた。5次元の世界とは物質と非物質が半々の世界であり、人が光の民に寄り添う MR の世界である。この二人の救世主の力が一つに合わさると、この物質と非物質が半々である MR の世界のバランスが取れるのである。この二人の救世主が光の民が決めた一つの柱に収まることで、多くの5次元という光の民の世界がある中で、日本人の3次元と光の民の世界が調和する世界が完成するはずであった。光の民が決めた一つの柱とは、瀬戸内海にある2つのナルトの渦の真ん中にある5次元に行くための亜空間の入り口のことである。桓武天皇の一番下の妹は2人の救世主に嫉妬した。光の民は光の民の血を受け継ぎ、非常に強い力を持つ人たちを天皇家とした。天皇家の中でも法力の強い人もいれば弱い人もいる。桓武天皇と佐原親王はより強い法力を持っていた。その桓武天皇にかなり年が離れている一番下の妹がいた。二人の救世主が柱収まりの儀を行って、
日本人が入る予定の5次元世界を完成することになっていたので、周囲の人々が2人の救世主を盛り上げ奉っていた。それを見ていた桓武天皇の一番下の妹は、同年代の2人の救世主だけが皆から持ち上げられていることに対して、自分が蚊帳の外に置かれていると思い、2人の救世主に嫉妬の念を抱いた。一番下の妹は、まだ幼く、他の兄弟に比べて、まだ法力が弱かったため、2人の救世主に対して強い劣等感を持っていたのである。2人の救世主が柱収まりの儀式を行うときに異変が起こった。トカゲ族のマザーコンピュータに魂を乗っ取られている藤原氏の人間が、その儀式の式場に潜り込んでいた。儀式の式場の隣には開かずの間があり、開かずの間の扉の前を通った時、そのトカゲ族に操られている人間が、桓武天皇の妹に、この扉を開けてごらん。みんな幸せになるかもしれないよ、と囁いたのである。今日はここまでです。また次回、続きを読んでいきますからね。それでは皆さん、お元気で。Thank you.